フィリッポス2世、フィリッポス2世、紀元、前382年紀元前336年は、アルゲアス朝、マケドニア王国のバシレウスである、在位紀元前359年紀元前336年。フィリッポス2世とも表記される。アミュンタス3世の子で、アレクサンドロス2世、ペルディッカス3世の弟で、先代の王アミュンタス4世。 ペルディッカス3世の子の叔父である。子としては、時代のアレクサンドロス3世とそのまた次の王、ピリッポス3世、カラノセラがいる。ギリシアの弱小国であったマケドニアに、国政改革を施し、当時先進国であったギリシア南部のショポリスにも、張り合える強国に成長させた。カイロネイアの戦いで、アテナイテーバイ連合軍を破り、コリントス同盟の名手となって、 ギリシアの覇権を握った。アミュンタス三世の第三王子であり、幼少期に将軍エパメーノンダスが率いる定売に人質となっていた。人質といっても牢獄に遊兵されるような暮らしをしていたわけではなく、ある程度の自由が許されており、彼の才能を見込んだエパメーノンダスの家で教育を受けた。この時代に、 ピリッポスはファランクス、エパメーノンナス公安の斜線人などの定売軍の人形を学だと言われている。ニーペルディッカス3世の死後、帰国したピリッポスは、紀元前359年から、オイアミウンタス4世の摂政を務めた後、マケドニアのバシレウスに即位する。ピリッポス2世が即位した頃のマケドニアは、まさに内遊外観の時代であった。外では、 アテナイやイルリア人などの周辺勢力の侵略を受け、うちでは王族のパウサニアスがバシレウスを狙っていた。ピリッポス二世は、ある時は外交で、またある時は軍事力で、これらの問題を一つ一つ解決していった。紀元前五世紀後期から少しずつ強国になっていたマケドニアをピリッポス二世は飛躍的に成長させた。彼は軍政改革を推し進めて、 マケドニア軍をギリシア最強の軍隊都市、領土を飛躍的に拡大させ、古代ギリシアの先進地域であった南部ショポリスの構想に積極的に介入した。紀元前356年には近郊の開発を促進し、また軍事防衛の拠点とする都市ピリポイ、聖書にいてピリピ、フィリピとして知られるを創設している。最初の介入は、 紀元前356年に始まるである。デッサリアからの支援要請を受けたピリッポス2世は、フォキスと戦い、初戦では苦戦するも、紀元前352年のでこれを下した。紀元前346年に、マケドニア軍がフォキスを制圧して、第三次新請、戦争は終結した。紀元前342年、ピリッポス2世はアリストテレスを招いて、 王子アレクサンドロス、後の大王の家庭教師とした。トペラから離れた宮座の学園で、紀元前340年までアレクサンドロスとその学友を教えさせた。この学友たちが、後に彼を支える将軍となった。紀元前338年にカイロネイアの戦いで、アテナイテーバイ連合軍を破り、コリント指導名を成立させ、スパルタを除く。 全ギリシアに派遣を唱えた。さらにペルシア遠征を目指したが、娘のクレオパトラとエピロス王アレクサンドロス一世との祝縁の席で護衛のにより暗殺され、ペルシア遠征の大事業は息子のアレクサンドロス三世に引き継がれた。仲が悪く離婚していた元妻、オリンピアス、アレクサンドロス三世の母が暗殺の黒幕として長く取り沙汰されている。 これについてはアレクサンドロスが関与したという説のほか、いくつか有力な説があるため、いまだに曖昧である。また、紀元前357年頃に、マケドニア南部のメトネシ、攻略戦で、ヤキズにより右目を失った。ピリッポス2世は、定媒の人質時代に長宗を携えた、重層不評の密集人形であるファランクスを学び取り、さらに長いやり、サリッサの採用を呼び、 法人の大型化により、マケドニア式のファランクを創始した。サリッサは4.0から6.4メートルにもなる槍で、他のギリシアの重装不評の装備した槍よりも長く、その分リーチが長くなっており、その上、後ろの兵士の槍もより多く突き出すことができるという、優れたものであった。また、ピリッポスは、他のギリシア人が重装不評を主戦力としたのに対し、 騎兵と不評をうまく組み合わせた戦術を用い、例えば、カイロネイヤの戦いでは、中央のファランクス部隊に敵を引き付けさせて、敵の陣形に割れ目を作り、そこに騎兵を突入させて、勝利を得た。ピリッポスの考え出したマケドニア式ファランクスという、新戦術は当時は無敵であり、全イリシアを征服するのみならず、息子アレクサンドロス賛成による、 ペルシア征服まで成し遂げたほど強力なものだった。こうして、マケドニア式のファランクスは、ローマ軍の三回戦術に敗れるまで、地中海世界周辺で200年近くにわたって一世を風靡した。ピリッポス二世は全ギリシア的大祭である、オリンピア大祭に参加し、戦車競技で優勝した。この知らせは、アレクサンドロス三世の出生と、ほぼ同時期に、ピリッポスのもとに届いた。 フィリッポスは古代オリンピック優勝を大いに喜び、未だ陽名であった彼の妻の名を、オリンピアにちなんでオリンピアスにした。さらに生まれた子供に、マケドニア人で、史上初めて古代オリンピックに参加した、アレクサンドロスの名前を付けたという。また、カイロネイアの戦いの勝利を記念し、古代オリンピック開催地であるオリンピアに、フィリペイオンというトロス、円形建築物を建納した。 このフィリペイオンはピリッポス2世の地勢では完成することができず、彼の後を継いだアレクサンドロス3世の地勢で完成した。これは外側に18本のイオニア式の円柱、内側に9本のコリント式の円柱を持つ直径15.25メートルの建物であり、古代において最も優美な建築物の一つと称賛されている。イルリアをバルビュリスの娘との間に一条を設けた。 との間に一難を設けた。エペーロスオーネオプトレモス一世の娘オリュンピアスとの間に一難一情を設けた。テッサリア人のとの間に一情を設けた。アッタロスの名、クレオパトラエウリュディケとの間に一難一情を設けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。